ボルフガング・サバリッシュ、ウルフガング・サバリッシュ、ウルフガング・サバリッシュ、1923年8月26日から2013年2月22日は、ドイツ、バイエルン・シューミュンヘン生まれの指揮者、ピアニスト。幼少期から、ピアノ、音楽理論、作曲を学ぶ。10歳の頃、初めて見たオペラ、ヘンゼルとグレーテルに感動し指揮者を志す。指揮も、 現代音楽の指揮で、名高いハンスロスバウトに支持する。第二次世界大戦で、通信兵として徴兵され、イタリアにて捕虜として、終戦を迎える。帰国後、ミュンヘン音楽大学に入学し3ヶ月で卒業。卒業後は1947年に、アウクスブルク私立歌劇場のコレペティトーアとなり、フンパーリンク作曲のオペラ、ヘンゼルとグレーテルでデビューする。 この式が高く評価され、第一指揮者、カペルマイスターに抜擢される。ついで1949年には、ピアノ奏者として、バイオリニストのゲルハルト・ザイツと共演し、ジュネーブ国際音楽コンクールの二重奏部門で一位なしの2位となる。以後、指揮者とピアニスト、主にリートの伴奏者としての活動を並立させる。またこの時期ザルツブルクにて、 イーゴリー・マルケビッチの指揮法のマスタークラスの助手を務める。1953年にはアーヘン。1958年にビースバーデン。1960年にケルンのそれぞれのシリーズ歌劇場の音楽総監督に就任する。その間の1953年にベルリンフィルハーモニー管弦楽団を初指揮。また1954年。 ビルヘルムフルト・ベングラーの葬儀でベルリンフィルの追悼演奏を指揮。1957年にはロンドンデビューエリーザベト・シュバルツコップの伴奏者フィルハーモニア還元楽団の指揮。そしてバイロイト音楽祭に開幕演目のトリスタント・イゾルデで初出演を果たす。33歳でのバイロイトへの出演は当時の最年少記録だった。1960年にドリマゼルが30歳で 初出演し、現在は、これが最年少記録。バイロイトには1962年まで連続出演したトリスタント・イゾルで、1957から1959、サマヨエル・オランダ人、1959から1951、ンホイザー、1961から1962、ローエングリーン、1962。また、ケルンの音楽監督時代に、 ケルン音楽大学の指揮科の教授を務めた。これらの成功で、カラヤンはサバリッシュをウィーン国立歌劇場に、一方で、ルドルフ・ビングも当時支配人であったメトロポリタン歌劇場に引っ張り込もうとした。しかしサバリッシュは自分はまだ経験不足だということを理由にいずれも断っている。結果的にこれがプライドの高い二人の激励に触れてしまい、カラヤンからは一度も ベルリンフィルハーモニー還元楽団に招かれることがなく、また、生涯一度もメトロポリタン歌劇場で指揮することなく、終わった。歌劇場での活躍の一方で、オーケストラの音楽監督としても活躍し、ウィーン公共楽団や、ハンブルクフィルハーモニー還元楽団、スイスロマンド還元楽団の首席指揮者を歴任した。スイスロマンド還元楽団では創設者、 エルネスト・アンセルメ・ナキアとのオーケストラの再構築に尽力した。1971年からはバイエルン国立歌劇場の音楽監督。1982年から1992年は音楽総監督に任した。若手の逸材歌手を積極的に登用し、出演者の相対的な若返りに成功した。1988年にはミュンヘン・オペラ・フェスティバルにおいて、 リヒャルト・シュトラウスのすべてのオペラをのぼして、話題を呼んだ。バイエルンのポストを退任後、リッカルド・ムーティの後任として、フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任した。フィラデルフィアのポストを退任した後は特定のポストには、つかず、フリーの指揮者となりベルリンフィル、ウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団、ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団、ロンドンフィル・ハーモニー管弦楽団、 チェコフィルハーモニー管弦楽団、ウィーン卿、フィラデルフィア館、N 卿などのオーケストラを定期的に指揮していたが2006年3月に5月以降に予定していたフィラデルフィアやローマなどのコンサートを心臓病の悪化を理由にキャンセルし現役からの引退を事実上表明した。2013年2月22日、バイエルン州にある自宅で死去した。ミラノスカラザからトスカニーニバトン。 ベルリンフィルからニキシメダル、ウィーン交響楽団からブルックナーメダルを贈られている。1964年11月、NHK 交響楽団の招聘で初来日以来、ほぼ毎年のように来日した。以降、N 教への客演のほか、バイエルン国立歌劇場、1974年、1988年、1974年は、 カルロス・クライバーらが同行やフィラデルフィア還元楽団1993年1999年との来日講演を行い日本でも馴染み深い巨匠の一人である2003年11月にウィーン・フィル・ハーニー還元楽団と来日する計画もあったが体調不良によりキャンセルとなった代役はクリスティアン・ティーレマン NHK 交響楽団において 1967年に名誉指揮者、1994年に警官名誉指揮者となった。N 教とは定期公演のほか、海外公演やに機会と組んだオペラ上演などでも大いに活躍した。また、N 教の節目節目の演奏会には必ず登場し、1970年のベートーベン生誕200年チックルスや、1973年の NHK ホールコケラ落とし公演、1986年10月1日の大旋回定期公演と2001年の創立75年記念公演、共にメンデルスゾーンのラトリオ、エリアなどに出演している。2004年の出演では、老齢のため椅子に軽く座って、指揮をした。2005年に予定されていた公演は、体調が思わしくなく、出演をキャンセルしており、 結果的に2004年度の出演が最後の共演となったベートーベンの公共曲第7番、た。サバリッシュは日本の他のオーケストラとは共演したくないというほど、エ教に惚れ込み、エ教もまたサバリッシュに惚れ込んだゆえに長い蜜月の関係となったが、エ教の学員がサバリッシュに惚れ込んだ理由としては、リハーサルが非常に短く合理的というものがあった。これは、 ヨーゼフ・ローゼンシュトックやビルヘルム・シュヒターラ、先達の N 教場認識者が締め上げるようなリハーサルをしていた反動ではないかと言われている。とはいえ、サバリッシュのリハーサルも結構厳しいとも言われている。引退後の2006年7月に NHK のインタビューを受けており、一部が2007年2月12日放送の N 教創立80周年記念番組に使われた。 コンサートマスターの徳永次代は本来室内楽は奏者が会話を楽しむようなやりとりが面白いが彼との室内楽とはそれとは違って完全に彼の指示通りに演奏したその意味では普通の室内楽とは違っていたと話している N 教のレパートリーが正確なドイツ音楽に変更しており色彩感のあるフランス音楽などを不得意としている原因の一つが サバリッシュの指揮感覚にあるという意見がある。サン党局実中受賞を受賞している。また、日本リヒャルト・シュトラウス協会名誉総裁を務めた。すべてのパートに対して、目が届く指揮者で、共演した合唱指揮者に、指揮台から投げ網をかけられているようだと驚かれた。演奏スタイルは、気を手ぇったところがなく、評論家の宇野広報は、下下のよう、将来はベームを、 より近代化したような名称になるだろうと評価した。レパートリーとしては古典派、ロマン派から近代までのドイツ・オーストリア音楽の正統派の曲目が並ぶ。モーツァルトやベートーベン、ワーグナーでも素晴らしい演奏を繰り広げているが、それ以上にシューベルトやメンデルス・ゾーン、シューマン、アール・シュトラウスなどの演奏が知られている。アール・シュトラウスのオペラに関しては、 ベームナキアとの伝道史的存在であった、壮年期のカプリッチョをはじめ、EMI に主要作品を録音した。また、メンデルスゾーンは、還元楽作品全曲を肯定するほど、熱心に取り上げている。シューマンの演奏においては、マーラー以来行われていた、公共曲の改定にことを唱え、原点を尊重する演奏をする。また、スラブ系の曲がお気に入りで、 白鳥の湖は3回の録音、収録を行ったほか、ドボルザークやスメタナを頻繁に取り上げた。愛国心の強いチェコフィルハーモニー還元楽団を何度も振ったドイツ人識者、オーストリア帝国やナチスドイツ支配の歴史もあり、チェコではドイツ人識者を敬遠する傾向があり、後年の音楽監督ゲルト・アルブレヒトも短期で終わったであり、チャールズ・マッケラスをして、 私とサバリッシュはチェコの音楽とオーケストラが大好きですと言わしめるほどである。近現代の作品に対しても少なからず取り組みがあり録音を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。